こんばんは、岡水です。最近いろんな決済方法が出てきましたよね。現金はもちろん、クレジットカードとか、あとスイカとか、あとなんだっけ、エディなんかに代表されるような電子プリペイド、そういうのもよく使われるようになってきました。で、そんな中ですね、新しい決済方法として出てきたのがチェックインっていう方法です。チェックインっていうのはスマホなどのアプリケーションで、まあ、近くにあるお店にこうチェックインってするだけでですね、現金や、カードなしで、料金支払い済ませられるというような決済方法です。今回はですね、原宿にありますカフェ、ネスカフェ原宿っていうところで、ペイパルが今キャンペーンをしてます、チェックインで、ペイパルのアプリを使ってチェックインをして、そこで支払いをするとですね、メニューに書いてある全品、飲み物、食べ物すべてが半額になるっていうようなキャンペーンを今やってるんですね。でそこで、ちょうど渋谷方面に仕事行きましたので、ちょっと足を伸ばして原宿に行って、そのチェックインを体験してきました。その様子を動画に撮ってきましたので、ご覧ください。それではペーパルのチェックインしてみます。このお店情報というページで、カフェ、ネスカフェ原宿、ここを選択します。はい、目の前にあるのは、もうお店が出てきましたね。さあ、そこでチェックインしましょう。出てきますので、OK。はい、というわけでチェックインが済みました。早速店の中に入っています。玄関こんな感じで、とってもいい雰囲気のお店でした。ペーパルのキャンペーンの看板もこのように立っていました。早速チェックインで、コーヒーを頼んでいます。はい、ではこちらになります。確認。私の情報がもうすでに店の方に飛んでいまして、指一本で支払いを済ませることができました。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。左手カウンターで誰かお二人ください。今回はこのようにペーパルのカウンターがキャンペーン中ですので出ていまして、やり方をですね、懇切丁寧に教えてくれています。下の方の白い文字の新規登録。はい、ウェブサイトにもこのように丁寧に出ていまして、やり方はすぐわかると思います。ペーパルのアカウントもスマホですぐ作ることができて、チェックインの仕方も簡単にできるようになっています。店の雰囲気なんですけれども、とても広くて、雰囲気も良くて、コンセントなんかもあったりしてですね、ノマドワーカーにはなんか非常にいい環境だなっていうふうに思いました。12月1日までこのキャンペーンを行っていて、その上まで半額ですので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。例えばカードだとこうやっぱりサインをしなくちゃいけないっていう面倒くささがある。でもチェックインだともうそういうサインを書くっていう手間もなくてですね、レジでですね、名前を言ってボタンをピッと1個押すだけで簡単に決済が終わってしまうんですね。スマホをこうやってかざすっていう、かざしたり見せたりっていう、そういう手間もありませんでした。でですね、アプリを見るとこう周辺にチェックインできるお店っていうのがずらーっと羅列されるんですね。それを見てですね、ここのカフェ、ネスカフェ原宿だけではなくて、いろんな店をそれでチェックインして試してみるのも面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。今回はチェックインを体験してみたっていう動画でした。ありがとうございました。